はい、では今回はみんなに身近なことについて話していきたいと思います。みんな Apple Music や Spotify を使って音楽って聞いたりするくない？ちなみにみんな歌詞をじっくり読んだことってある？曲の隣に E マークがついているのとついてないのがあるじゃん。この違いってわかる？知らんよな。この E は Explicit の頭文字を取ったものです。 Explicit の意味は固く言うと生々しい描写や露骨でまあ卑猥な表現がされてるって意味なんだけど、もっと簡単に言うと子供の教育に悪いよねっていう、親が見せたくないってやつかな。多分これも見たことあると思う。 Parental Advisory Explicit Content、 全米レコード協会による親への警告を表してるマークでもあります。ここにもエクスプリシットは出てくるけど、これは全米レコード協会による親への警告を表してる感じなわけ。何が言いたいのかというとね、歌詞の表示機能を使って歌詞を読んでると、この意味なんだろう、もっと知りたいなって思うことが出てくるはず。そんな時にスラングすぎてわけわからんっていうワードとかもあると思うのよ。それを助けるのがタブーイングリッシュなんです。 Ass Shit Fuck Tits Dick Pussy Fuck boy Bitches Bullshit Badass Asshole Fuck off Motherfucker Fucking awesomeエクスプリシットリリックを知ることで、スラングやアメリカンカルチャーをもっと知ることができるんだよね、これが。では、今日のワードは、エクスプリシット。Repeat after me. Explicit. 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 Explicit.